はい、皆さんこんにちは、山崎たけしです。こんにちは、松下奈希です。今回はですね、はい、横浜 DeNA、はい、今までの様子をちょっと見てみて、うん、どんな戦い方をしてくるかお聞きしたいと思います。まあ DeNA ファンの皆さんはね、非常にやきもきしてるよね。そうですね、まあ、9試合時点でね、はい、1勝6敗2分けということで、まあ一つやっとね、この前勝ち星つけることができましたよね、はい、うん、まあここもですね、はい、まず投手陣から言わせると、はい、防御率がめちゃくちゃ悪い、うん、やっぱりこう投手陣っていうところが非常に、うん、キーになってくるんだよね、うん、だからそのエースという、うん、こうまあどこに球団でもエースピッチャーって言うでしょ、はい、中日で言えば大野、ジャイアンツで言えば菅野、ね、ヤクルトで言えば小川、ね、阪神タイガースで言えば西、いますね、カープといえば大瀬良っていうんだけど、うん、横浜 DeNA で言えばいませんってなっちゃうのね。まあ確かに去年ね、あの大貫が頑張っていたんで、はい、ね、大貫って言ってもこれは別にいいんですけど、うん、でもエースというねピッチャーがいないんです、今現状ね。まあ開幕投手浜口、はい、投げたんですけど、うんうん、まあ浜口も頑張ってはいるけどね、まだまだ安定してこない、うん、でやはりその期待したいその今永とかね、はい、まあここ数年も投げてないけど新人王を取った東とか、うん、その若い連中というかね、そういう息のいいピッチャーが投げられてないっていうのは非常に痛いかな。なるほど。だからまずやっぱり先発陣だよね。先発陣どうですか、うん、先発陣がどういうふうにこうやりくりするかっていうことは、これもう三浦監督頭痛いね。いや、うん、それにつけて夏業祭が、うん、やっぱりこう盤石じゃない。そう、ね、昔までは山崎が後ろクローザー、やってたんだけど、はい、ね、盤石だったんだけど、ここ数年結果が出てなくて、うん、今ね、やっぱり前の方で投げるようになって、この前も打たれてたということで、とにかく DeNA の場合はもうピッチャーね、まあ、やっぱりこう下位にいるピッチャーね、ヤクルト DeNA、 これ予想した通りになっちゃったんだけど、はい、ね、ここの2チームはピッチャーをなんとかこうやりくりしなきゃいけないね、っていうところに尽きるんじゃないかな。バッター陣はどうですか。ここのやっぱりこの当初の売りっていうのが、やっぱりこのホームランをね、2年2回取ったソト、うん、あとオースティン、はい、ね、このバッターもいいバッターなんですよね、うん、で、まあ、去年まではロペスとかもいたんですけど、はい、ロペスは退団してしまったんだけども、はい、でやっぱり助っ人外国人頼りのところあったんですよ。でもこの今年ソトとオースティンっていうのはこれもう長距離砲だから、うん、ね、黙っとってもこの2人で60本以上が、ね、打てるバッターなんです。30、30で60でしょ、それにプラスアルファなんで、まあ、70本ぐらいなんとなく期待できそうな2人を欠いてますよね。これが一つね、やっぱりこの DeNA のこの助っ人が出遅れた、ね、10人全員でこう遅れたっていうのは、そこがやっぱ、いやいや、もうこれはね、開幕9試合で、まあ、一つ出遅れたところの、もうこれも一番じゃないかな。でもこれはいないも仕方ないもんね。そうですね。なんだけども、まあでもやっぱり一番の明るい話題っていうのはさ、はい、やっぱ3番打ってる牧だよね。まあ彼、一番評価できるのはね、打点10叩いてんだよね。まあ打率もすごいよ、やっぱり。そうですね。まあ、非常に頑張ってくれてるよね。はい、だけどやっぱこう DeNA ってね、こうポッとこう安い、ね、いい選手出てくるんだよね、うん、まあこうやって今苦労、チームが苦労してる中、こういうルーキーがね、はい、成績残す、うん、若い選手がやっぱりこうチームの活気っていうものをね、はい、作ってくれると変わってくると思うのでね、まあ、なんとか、まあそれは4割打つってことは難しいけどもね、はい、いい成績残してほしいなとね、なんでこれからの選手にもまあ、ね、期待しつつ、そう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 、ね、こういう若い選手がやっぱりいると全然チームって変わるから、はい、ね、まあ、こういう選手がまた元気出してね、はい、チーム明るくしてなんとか頑張ってください、ね、はい、やっぱりこう成績で言えばこの佐野だって首位打者、はい、取った選手ですし、宮崎だって首位打者取った選手だしね、うん、
ね、今年桑原が、ね、元気で、はい、またあの1番打って、ここ最近ちょっとあの冷や飯食ってたけど、うんね、こうやって出てきてるのでこの辺が頑張る、うん、そこでまたそういう若手がプラスアルファがあっての助っ人外国人、うん、そうですね。そこまあでもね、やっと日本に、うん、あの来たということで、うん、まああと何日か、まあでもその2週間のね、隔離をね、隔離期間、うん、そして調整っていうのもあるの で、 そうです、ね、どうかな、やっぱり4月いっぱいは難しいのかな、うん、助っ人来るのがね、一軍に上がってくるのが、はい、でももう1日も早くね、この助っ人の力を借りないと、うん、もうこのままさ、DeNA も4月ダーッと出遅れて借金今5つでしょ、はい、借金10っていうとやっぱりね、もうチームとしてガタガタガタってくるし、あで早い間に借金10ってなったらもうこれ15になっちゃうからね。ああもうどんどん増えて、そう増えていっちゃうんで、うん、だからそういう部分ではもう本当一日も早くね、助っ人の力を借りて頑張ってほしいなっていうふうに思いますね。やっぱり非常に厳しいスタートになっちゃった ね DeNA はね、うん、ちょっとこう戦力的にね、投手陣のスタッフ的にね、バッターの打線のこのつながり的に非常に苦しいよね、うんうん、なんとか助っ人に来てもらって、ね、そうですね、打破するしかないな、ここ、ね、それが来てからがどうね、なってそうだけど、それが来てから、うん、あまりにも借金を抑えたらもうちょっとシーズン的にもう手遅れになっちゃうんで、うん、それまでなんとかいるメンバーでしのいでしのいでしのいで勝つっていうね、野球を心がけてほしいなというふうに思いますね。そうですね、それまでは今のメンバーで頑張りましょう、ほしいということですね、うん。